はいどうも、車カルチャーワンソクチームです。今回は新型 Nboxが新型スペーシアに優れている13のポイント、こちらをレポートしていきたいと思います。私はね、新型 Nboxカスタムも買ってますし、新型スペーシアカスタムも納車されましたので、両方所有した私だから分かるスペーシアが優れている14のポイントっていうのはね、以前にレポートしましたが、 Nboxが優れているポイントをやらないのは不公平だというコメントをいただきましたので、今回はNBOX の方がスペーシアより優れている13のポイントレポートしたいと思います。まずは新型 NBOX の方が優れているポイント一つ目ですけれども、走りが良い。まあこれが一番じゃないかなと思います。まあ走りっていうのはね、パワー、トルクももちろんですけれども、静粛性とかですね、足回りの質感、この辺はスペーシアも乗り心地とかね、加速フィールとかはいいんですけど、ちょっと風切り音とかロードノイズが目立つというところがありますので、そういった静粛性の面とかですね、動的質感っていう意味では Nboxの方が良い部分が結構あるかなと。まあ、ただ一方、新型スペーシアの方はですね、マイルドハイブリッドを搭載してますので、アイドリングストップからの復帰の時にキャシャシャドゥルンというセルの回る音がしてラグがあるということもなく、静かにすると、再スタートして発進、ラグなく発進することができると。こういった、スペーシアの良さもあります。燃費はね、スペーシアの方がちょっと良さそうな感じですね。ということで、Nboxの方が優れている、13のポイント一つ目が、走りの質感、静粛性が高いというところですね。で、続いて、Nboxの方が優れているポイント、13個のうち二つ目ですけれども、IR カットガラスが、後席窓にも、採用されているというところですね。まあ、IR カットって何って言うと、赤外線カットガラスですね。なので、紫外線カットは、Nboxもスペーシアも両方、360度ね、全部のガラスでされてると思うんですけども、赤外線まで、要はジリジリしないってやつですね。その IR カットガラスが、後部座席のガラスにまで採用されているのは Nboxと、スペーシアはフロントドアのみと、あと、ガラス、フロントガラスですね。リアドアのガラスまで、IR カットになっているのが新型 Nboxの優れているポイントですね。続いて、新型 Nboxの方が、優れている13のポイント3つ目ですけれども、全グレードで電動パーキングブレーキ採用ということで、まあ、これは Nboxの方がいいポイントですね。スペーシアはですね、NA のベースグレードとかではですね、電動パーキングブレーキが、確かオプション扱いとかだったと思いますので、Nboxではまあ全グレードに採用しているというところの志の高さっていうのは Nboxがいいところかなと思います。ちなみに、どちらの車種ともですね、電動パーキングブレーキのメモリー機能、オートホールドのメモリー機能はないという形になっています。メモリー機能がついているのはルークス、デリカミニ、その辺ですね。続いて新型 Nboxの方がスペーシアより優れる13のポイント、4つ目ですけれども、ヘッドライトがデイライト仕様になっているということです。まあ、昨今普通車ではね、当たり前になってきてますけれども、まあ、デイタイムランニングライトと呼ばれるような、まあ、昼間でも明るくライト、ヘッドライト、ポジションライトが光ることによって、対向車とか、歩行者からの視認性が向上して、まあ、事故の抑制につながる。あとは見栄えが非常に良いという、デイライト機能があるんですが、新型 Nboxでは採用されている。スペーシアでは採用されていないということで、この辺も Nboxの方が、見栄えも良いし、安全意識も高いと言えるんじゃないでしょうか。ただね、ちょっと惜しいところとしてはですね、Nboxの、ポジションライト、左右貫通するようなすごい広いエリアがポジションランプになってるんですが、デイライトとして光るのは、普通にヘッドライトの上の部分、真ん中のところは夜にしか光りませんので、そこはご注意いただければと思います。続いて、新型 Nboxが優れる13のポイント。5つ目ですけれども、後部座席の足元の広さ。これは、スペーシアよりも足元の広さは広々と感じる部分ですね。どちらも軽スーパーハイトワゴンなんで、変わんないんじゃないのって思われがちなんですけれども、実際に、座ってみると、なんか Nboxの方がやっぱり足元が広々として見えるんですよね。それっていうのも、おそらく、センタータンクレイアウトっていうね、ホンダの独自の、技術で、燃料タンクをですね、運転席、助手席の下に配置しているんですね。
まあ、それによって後部座席の足元の下が、開放されていることによってですね、後部座席の、座面の下が、空洞になってるんですね。なので床面の面積が広く見えるというのが、まあ、広々と感じる、部分だと思うんですけども、実際に座ってみても確かになんか広い感じがする、うん、足も余裕で組めちゃうという広さになっています。まあ、リアシートにね、頻繁に人乗せるんであれば、あとね、足元とかに荷物とか置きたいっていう人であれば、うん、メノボックスの方が良いかなと思う部分ですね。で、続いて、新型 N ボックスがスペーシアより優れる13のポイント、6つ目ですけども、これも先ほどの5個目と関連してくるんですが、シートアレンジが豊富というところですね。で、これもやっぱセンタータンクレイアウトによってですね、後部座席の、下が、開放されてますので、チップアップができるんですよ、座面の。跳ね上げができると。まあ、そうすると、後部座席に人を乗せない時であれば、そこにベビーカーとかがそのまま乗せられてしまうと。折りたたみ自転車ぐらいだったら乗せられてしまうというぐらい、高さのあるものも収納できる。ラゲッジとして、使うこともできると。で、後部座席はね、スライドもしますから、で普通のラゲッジ側の収納をそれで広げて、さらに、高さのあるものと、通常のラゲッジで、両方使うこともできると。でさらに、ダイブダウンというね、後部座席を沈み込むように、畳めばですね、めちゃくちゃ低いラゲッジフロアの、広大なラゲッジが誕生するという、この床面の低さ、ラゲッジフロアの低さは、ライバルにはない N ボックスの魅力になりますね。これはやっぱ燃料タンクが、足元にないことによって、ここまで深く、後部座席を沈み込ませることができているので、ラゲッジスペースの床面も低く高さも稼げると、この辺はやっぱ N ボックスならではの良さがありますよね。で、車中泊をするようにですね、リアシートと助手席をつなげてですね、ヘッドレスト外してつなげて、まあ、フラットにして、で、まあスペーシアにも今回からね、後部座席のアームレストついちゃいましたけど、それまではね、 N ボックス K スーパーハイトワゴンとしては N ボックスだけが、後部座席のアームレストがあったんで、まあそのアームレスト出して、で助手席をつなげて、で足を伸ばして、で運転席側のシートバックテーブルを出して、そこに飲み物を置いてくつろぐなんてこともできたわけですね。こういうシートアレンジの豊富さっていうのがやっぱ N ボックスの魅力じゃないかなと思います。そして N ボックスがスペーシアに優れる、13のポイント、7つ目ですけれども、フル液晶メーター採用ということです。まあ7インチなんで、フル液晶メーターとはいえ表示できる情報量としてはすごく少ないんですけども、まあ液晶メーターになってるっていうところの見栄えの良さはありますよね。見た目は綺麗というフル液晶メーター採用しているという点も、まあスペーシアよりは立派に見えるところかなと思います。まあぶっちゃけスペーシアの方がヘッドアップディスプレイがあったりとか、メーター内に表示できる情報量としては多かったりするんで、使い勝手は実はスペーシアの方がいいけど、まあフル液晶っていう見た目の良さは N ボックスにあるかなと。あとスッキリしてるっていうところですね。情報量なんていらないよと、スピードだけ見れればいいんじゃいっていう人にとっては N ボックスの方がスッキリしてていいんじゃないかなと思います。そして、新型 N ボックスがスペーシアに優れる13のポイント、8つ目ですけれども、ヘッドライト、リアコンビネーションランプ、すべてフル LED、 ナンバー灯も含めてとなっています。この辺の灯火類がフル LED になっているのはケチ臭くなくていいなと思うところですね。で、N ボックスもスペーシアも残念ながらアダプティブハイビームの設定はないということで、どちらもオートマチックハイビーム、ハイロー切り替えのみにとどまってますけど、スペーシアではリアのウィンカーとか、確かバックランプもだったと思いますが、豆球なのに対して N ボックスではすべてナンバー灯まで含めてフル LED になっているというところの見栄えの良さはありますね。これも N ボックスが優れるポイントだと思います。そして、だんだん地味になってくるんですけれども、N ボックスがスペーシアに優れる13のポイント、9つ目ですけれども、運転席のアシストグリップがあるって。すっごい細かいとこ来たな、みたいな。ここの上のところのやつですね。なぜかスペーシアの運転席側のところにはアシストグリップがないんですよね。助手席と後ろの席にあるんですけど、なぜか運転席だけない。まあ、細かいところなんですけど、まあ、例えばちょっと座り直ししたいなって思った時に、ここに掴むところがあると、シートのポジション直すときとか、掴みやすいんですけど、スペーシアにはない。N ボックスにはあるというところですね。そして、10個目ですけれども、シートヒーターが2段階調整式となっています。だんだん細かくなってきた。スペーシアではオンオフしか選べません。
ちなみにデリカミニルークスもオンオフしか選びません。なので結構オンにするとケツが焼けるっていう、暑いっていう時があるんですけど、 Nbox であればですね、2段階で強弱と調整できますんで、暑すぎるっていうこともなくですね、弱で、シートヒーターをつけておくこともできるというところが、スペーシアとかね、ライバルにない魅力になります。一方でステアリングヒーターの設定が Nbox にはないというところはちょっと負けてる部分ではあるんですけどね。続いて11個目ですけれども、リアカメラの解像度が高いということ、すごい細かいとこ来たみたいな、もうないんかいっていう感じになってきてるんですけど、新型スペーシアではですね、バックにギアを入れた時のカメラの解像度が最近の車の中ではめちゃくちゃ悪い方、多分アナログでケーブルを繋いでるんだと思いますけど、本当赤白黄色のね端子で繋いでんじゃないのっていうぐらい、なんか昔画質なんですけど、Nbox でそんなことなく、まあ今時な、カメラの解像度を確保しているという部分ですね。まあ新型スペーシアは360度カメラも全グレードで選べるようになってるっていうところは、その辺は志は高いんですけど、Nbox はね、360度カメラ、マルチビュー、モニターだかカメラだかっていうのは、カスタムにしかオプションで装備できない。カスタムのコーディネートスタイルにはなぜか装備できないとかっていう、なんか微妙な設定にはなってますが、ただカメラの解像度自体はスペーシアより良いものがついているというところですね。で、あと、スペーシアより優れる13のポイント、12個目ですけれども、ルームランプのアンビエントライトがあるというところですね。まあこれは先代の Nbox から実は、助手席側のトレイの下のところが、アンバーに光るであるとか、カップホルダーのところが光ってあるっていうのは、先代の Nbox からあったんですけど、今回は、助手席前のね、トレイのところが、ライン状にオレンジに光ると。で、ドリンクホルダーのところの、アンビエントライトも、継続して残っているということで、それらは、スペーシアの方には、そういうライン状に光るアンビエントライトのようなものはないので、まあ夜間のムーディーさ加減は、Nbox の方があるかなというところですね。ただ一方で、室内灯がなぜか、新型 Nbox はですね、先代カスタムでは LED だったのに、今回は豆球になぜかグレードダウンしていると。で、スペーシアは一方ですね、カスタムは、ルームランプが LED になっているというところもあるので、まあ一長一短っていう感じではあるんですけど、まあ、アンビエントライトがあるのは Nbox の良さにはなります。そして、最後ですけども、これもまた細かいところですね。Nbox がスペーシアに勝る13のポイントの13個目ですけれども、降車時オートロック機能があるということですね。これは意外と便利ですね。うん。これは車両の設定の中からですね、降車時オートロック機能っていうのをオンにしておくと、鍵持って、車を離れるとですね、自動で施錠されると。だから今までだったら、パワースライドドアが閉まりきるまで、車の周り 1.5 メーター以内にいなければ、降車時オートロックが使えなかったんですけど、今回は、離れてもロックされるようになったという改善点がありますので、鍵持って、パワースライドドアが閉まりきる前に離れればですね、自動でロックされるという、降車時オートロック機能が Nbox にあると、スペーシアにはないとなっています。まあ、ただスペーシアには予約ロック機能はあるので、まあ、Nbox の場合は、何にも押さないで離れれば施錠されるという良さはありますが、スペーシアの場合はですね、スライドドア閉まりきる前に運転席側のロックボタンを押せばカチャッといってですね、スライドドアが閉まりきったら自動でロックされるという機能はあるので、まあ、どっちもどっちという感じではあるんですけど、まあ、Nbox の方がよりボタン操作をする必要がないので、まあ、便利かなというところですね。あと、まあ、今回ちょっと入れてないですけど、すごく、まあ、よしあし分かんないですけど、ウィンカーのワンタッチウィンカーで3回点灯するのに対応してるのは Nbox のみ、スペーシアではワンタッチウィンカーには対応してないと、いう細かい違いもあります。まあ、その辺も、Nbox の方が優れるポイント。なので13個と言わず14個目に挙げるとしたらワンタッチウィンカーがあるというところですかね。はい。といった感じで新型 Nbox がスペーシアに優れる13個ないし14個のポイントをお届けしましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっと後半かなり細かい、利点にはなってしまいましたけれども、まあ、一番クリティカルな違いとしては、やっぱ走りの質感というか、静粛性ですかね。うん。乗り心地はスペーシアも全然悪くないし、ステアフィールもスペーシアは良いので、まあ、
60キロ以上とかまでスピードを出した時の、ロードノイズとか外音の入り具合、この辺が N-BOX の方がうまく遮音性が優れているなと思うところですね。14個の優れているポイント、まとめてみましたけれども、いかがだったでしょうか。これなら N-BOX がいいなとか、それならスペーシアの方がいいなとか、いろいろご意見あったらぜひコメントいただければと思います。またね、デリカミにもありますので、それらとの比較も見てみたいよという方はぜひコメントいただければと思います。スペーシアが優れている14のポイントっていうのもね、動画でまとめてますので、下の概要欄貼っておきますので、合わせて見ていただければと思います。ちょっとね、テロップが間違っていて、アダプティブハイビームがあるって、スペーシアの方には書いてしまいましたが、ありませんので、両方ともオートマチックハイビームですので、そこだけねちょっと、一箇所、直し漏れがあったのをご容赦いただければと思いますけれども、スペーシアが優れる14のポイントの動画も合わせて見ていただければと思います。車でも何でもね、欲しいと思った時は買える気ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車カーチューバー、ワンソクチューブ、次回もお楽しみに。